みんな動画を見てくれてありがとう。私赤ちゃんができたみたいです。誰の子かって、それは与地畑与地三郎の事件簿。いただきます。あ、与地畑サンドイッチ好きだったよね。はい、これあげる。え、いいんですか。じゃあ遠慮な。あ、関節中だ。チューしたら妊娠しちゃうんだよ。また二人ともイチャイチャして、もういい加減にしてよね。違うって、そんなんじゃないよ。てか関節中で妊娠するわけないじゃん。与地畑もなんか言ってやりなよ。ああ、ドミちゃんは事件の悪魔だから妊娠なんてしません。ちょっと、事件の悪魔って何よ。私がまるで事件を起こさせてるみたいじゃない。え、そう言っているんですが。やっぱり二人付き合ってるよね。うん、もう、お腹が痛さささささ。ドミちゃん、ドミちゃん、しっかりして。ドミちゃん、お腹が、え、な、なにこれ。お腹がパンパンに膨らんでる。こりゃ妊娠だ。妊娠、一体誰の子供ですか。もちろん与地畑くんの子供でしょうが。私の子なわけないじゃないですか。とぼけないでよ。さっき関節注意したから本当にドミちゃんが妊娠しちゃったんでしょうが。はい、はい、お願いします。これから救急車が来てくれるって。ちょっと待ってください。正気ですか。本当に関節注意で子供ができたと思ってるんですか。与地畑くん、今君の子供が生まれようとしてるんだよ。もっと喜ぼうよ。救急隊です。かなり危険な状態だ。すぐに運ぼう。はい。あなたがパパですか。え、私はパパじゃありません。いえ、この人がパパです。さあ一緒に行きましょう。え、いや違う。え、もう勘弁してください。はぁ、まあ、今行きんで。先生、赤ちゃんの頭が出てきません。そんなバカな。もう分娩室に入って24時間経つんですよ。これは先生、ドミちゃんの様子は。お腹の赤ちゃんはどうなったんですか。残念ですが、お腹の赤ちゃんはいませんでした。え、どういうことですか先生、説明してください。与地畑くんとドミちゃんの愛の結晶なんですよ。いないってどういうことですか。二人とも静かにしてください。先生、どういうことなのか一言で説明してください。ガスが溜まってた。ガス、つまりドミはおならを我慢しすぎてお腹にガスが溜まり、毎日忙しい緊急隊員の方たちに迷惑をかけたと。ドミ、お前はもう退学処分や。この学園に毎回事件を持ち込みやがって。そんな与地畑、私おならなんて我慢してない。いつもちゃんとおならしてるの。ちょっと臭いんで一人の時にしてください。おならは。いや違う、そういう意味じゃない。まったくいつもいつも仕方ないですね。ちょっと助けて、お願い。わかりましたよ。では一つ確認させてください。よっこらせた。え、与地畑、何そのカメラ。ええ、こんなこともあろうかと教室に監視カメラを仕掛けさせていただきました。ああ、事前に許可もらってる。では映像を見てみましょうか。よしね。お昼ご飯を食べてる時の映像だけど、特にみんな怪しい動きをしてるようには見えないね。そう、
恐ろしく早い首都、私でなきゃ見逃しちゃうね。わかりましたよ、今回のドミちゃん妊娠騒動の真犯人がね、今回のドミちゃん妊娠騒動の真犯人がね、ミチョル、あなたですよ。ミチョル、今の映像ではミチョルは何もしてないように見えたけど、私の目にははっきり見えてますよ。ミチョルさんが目にも止まらぬ速さでドミちゃんの口の中に薬を入れている瞬間をね。え、本当に？では映像をコマ送りで見てみましょう。本当だ、ミチョルが私の口に何か入れてる。でも何を入れたの？断定はできませんが、お腹にガスが溜まる薬か何かでしょうね。ミチョルさん、カバンの中見せてもらってもいいですか？おお、やっぱりガス溜まり薬。これでドミちゃんのお腹が急激に膨らんで妊娠しているように見えたと。ミチョル、なんでこんなこと？はあ、なんでこうなっちゃったかな。そうよ、私が犯人よ。いつもイチャイチャしてる二人を見るとね、ドミちゃんが妊娠して驚いてる姿を見てみたくなったの。だから私は修行したわ。一日一万回ドミちゃんの口に薬を入れるために来る日も来る日も練習した。そして1ヶ月が経った頃、私の死闘は音を音取りにしていた。絶対にバレないと思ったんだけどな。ミチョル、職員室に来てもらおうか。ヨチハタ、あんたよく私の拳が見えたね。一体何者なの？私ですか。私はヨチハタ、ヨチザブロ、ただの探偵です。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。この動画の内容はフィクションですよ、皆さん。関節注意をしても赤ちゃんはできませんからね。あと、ものすごい速さで人の口に薬も入れてはいけませんからね。では、次の事件も私が解決してみせます。ばっちゃんの名にかけて。全国のイトーヨーカドーにて、ボンボン TV のグッズが発売中です。学校やお家でも使えるアイテムが盛りだくさん。みんなでボンボン TV と一緒に学校生活を楽しくしよう。